フォルクスワーゲンブラジリアは、フォルクスワーゲンのブラジル法人の、フォルクスワーゲンとブラジルで生産された小型乗用車。フスカやパサッチなどを生産していた、フォルクスワーゲンのブラジル法人が、初めての独自車種として、フスカの上級車種であった、1500の後継、及び、フスカからの上級移行を狙って、開発を開始した。 空冷水平対向4気筒エンジンの1.6リットルエンジンをリアに搭載するタイプ4をベースに開発し、ブラジル法人で独自に開発された3ドアと5ドアの2種類のボディが用意され、1973年6月より発売された。開発チームリアエンジンに起因する急走車時の不安定さやフロント部分のトランクの容量の小ささ。 車内に熱がこもるなどの問題を指摘されたこともあったが、主に2日からの上級以降のオーナーを取り込むべく廉価で販売されたことから、個人オーナーのみならず、タクシーとしても大量に使用され、ブラジル法人におけるベストセラーとなった。1970年代後半にフロントグリルやバンパー周りなどのデザイン変更、各種装備の充実を中心としたマイナーチェンジを行い、 その後1982年末まで生産された。事実上の後継車種は1980年に導入された同じくブラジル法人独自開発の小型車であるゴルとなった。西ドイツに比べ低い人件費が生み出す低価格やフォルクスワーゲンの他の車種と多くの部品を共用しているなどの整備性の高さを受けてチリ、ボリビア、ウルグアイ、パラグアイなど 近隣の南アメリカ諸国のみならず、ポルトガルやフィリピンにも輸出された。さらに、ナイジェリアでもノックダウン生産が行われた。ブラジル政府が進めるエタノール燃料導入を受けて、1970年代後半には、エタノール仕様も導入されたほか、並行して生産されていた1600バリアンチの新型車種であるバリアンチ2のベースともなった。ありがとうございます。